どうもっとピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエトスタトスロゴス。始まりました。ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。シーズン3ということでね、ありがとう。3ということで始まりましたけど、合計6になっちゃうよっていう感じでございます。はい、ありがとうございます。始まりましたけどね。ありがとうございます。はい、さあこちらの番組はですね、はい、我々ピスタチオがですね、はい、キコーナさん、うん、2店舗行きまして、うん、ジャグラー応答という番組でございます。はい、そしてですね、うん、全12回で、獲得枚数3333枚。一人当たりですね。一人当たり、はい、はい、一人それぞれ3333枚取ったら、次回シーズン4が約束されるということで、ありがとうございます。はい、ただですね、あの1個ありまして、バケが先行した時点で、出玉何枚あろうが、ゼロになってしまう。その日はですね、その日は、まあ、これまでの経過を説明しますと、はい、第6回12回中第6回終わりましたから、今第6回ちゃんと半分終わって、はい、イジスさんあと何枚ぐらいでしたか。私がですね、今合計2136枚なんでね、だいたい約1200枚ぐらい、1200枚、いい感じの、いい感じですね。3分の2もういってますんで、はいはいはい、はい、いい感じだと思います。よろしくお願いいたします。はい、私小沢の方がですね、はい、3701枚かな。お、はい、もう達成してるんですよ。っていうお、っていうことは小沢さんはもう次が約束されたわけですから。そうです。こっからだからシーズン3の残り半分、あと6回は僕一人の回になりますけど、皆さんお付き合いいただけたらなと。まあメインはイジスさんですよ、それはもちろん。はい、頼みますよ、お願いしますよ。これだから一人が達成しなかったらもうダメだから。なんで来たんですか、じゃあ。いや、それは来るでしょう。もういいですよね、達成してるんですから。うん、それはもう今日はだから楽しい、好きな台打つだけ。あれ、え、まさかの、じゃあ、 あれですか、うん、当初言ってた、うん、ジャグラー以外の台を見れる可能性ある、うん、見れる可能性あります。なるほど。まあ、今回あのキコーナ平井店さんに1店舗目来てるんですけども、はい、こちらの1店舗目ではパチンコ打ちます。はい、なるほど。イジスさんの獲得枚数皆さん注目して、はい、だそこ最後にチラッとだけ映ると思います。はい、まあ、僕はでもとりあえず頑張らなきゃいけませんので、頑張ってよ、本当に。はい、1200枚獲得目指して頑張りたいと思います。はい、はい、行きましょうかね。それではそれでは本日も頑張ります。ファイト、お願いします。あ、かわいいぶりっ子入店、お願いします。あー、やだな、嫌いだな。なんすか、なんすか、それやってる女の子でさえ嫌いなのに、おじさんがやられたら。さあ、よろしくお願いします。お願いいたします。あ、お、開いてるじゃん。ファンキージャグラー開いてるよ。みんなマイジャグなんだね、やっぱ好きな。打とうかな、う、ね、じゃあ。あれ決める、角打とうかな。もう、もう確かに、もうこれでいいかな。確かに、ファンキージャグラーの新しいやつ、ね、そう、打ってみたかったの。うん、打ってみたかったから、もうこれ打とうかな。いいじゃん。うん、これ打ちますわ、もう。お、スッと決めるね。もう決めますわ、もう。どうします、隣で打ってほしい、パチンコ行きますとか言ってたけど。あ、本当に全然パチンコ行っていただいて大丈夫。なんで、なんでよ。え、なんでよ、隣でいてよって言ってくれれば俺スッと座るから。あ、全然全然大丈夫です、一人で打てるんで。やめてください、なんか何に全部委ねる感じ。何よ、自分で決めていただいて、そこは。僕はもう、うん、じゃあ僕がパチンコ行きますわ。いや、ダメ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 。じゃあバカ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 、オープニング聞いてたんか。だとしたら違う違う違う、ここで、ここですね。じゃあ、うん、僕はここでやります。小田さん決めてください。じゃあちょっと一旦じゃあ見に行きますか。見に行ってみましょうか、ね、見に行けばいいんじゃないですか、パチンコ、うん、見に行ってみよう、行きましょう。バカボンね、ボンバカ、バカボンなんかすごいね、楽しそうなのよ。やったことないけど。やったことないかい、バカボン。バカボンいいんじゃない。ボンバカ押さないでください、あなた打たないから。ボンバカいいんじゃない、ボンバカ。あ、ガンダム、ガンダムね。ガンダム行くの。ガンダム行きましょうか。さあ、ということで台が決まりました。はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。うん、僕はファンキージャグラーでね、ファンキージャグラー2で行きたいと思います。行きましょう。わかりました、1200枚頑張ってください。はい、よーい、スタート。行きます。私がですね、機動戦士ガンダムユニコーン、はいはい、パチンコの方をちょっとね打たせてもらいますよ。はい、3台しかないから埋まってるかなと思ったら空いてたんでね。よかったね。よかったですわ。でもここの開いてんでも決めちゃおうよ。ね、僕はもう平気で大移動しますから。あれ、
平気でダメだと思ったら大移動しますから。大移動作戦まだまだ全然、前回もそれでねいい結果残してますけど、はい、その作戦は実行すると平気で、平気でね何その平気でって。平気で移動しますよ僕は。なんかちょっと怖いんだけど。まあ殺し以外は全部やってきてるからね俺は今まで。あれ悪いね。悪いこと。伊地さん中二病みたいなのやめてもらっていいですか。こっちはもう本当はこっちはテレビ出ちゃいけない人だからな俺はもうとんでもねえことやり続けてるから。テレビ出るためにおとなしくしてる人じゃないあなた。このご時世な、うん、このご時世そうなっちゃうよなやっぱな、うん、このコロナ禍で一歩も外出てないって聞きますよ伊地さんが。そりゃそうよ、いろいろと危ないじゃん、いろいろと悪いこと何もできない人って聞いてますから、こっちは。まあ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 、まあ、普通のリーチでございました。お題打ったことあるのそれ、ユニコーン初めてなのよ。あ、なんかブーブー言い出したよ。でもどの演出が熱いとか分かんないんだよ。分かんない、全く分かんない。あ、ちょっとブーブー言って外れてました。伊地知さん折ったことあるのガンダム。ないです。あ、ないですか。ないです、はい。まあ、あんまり最近ね伊地知さん言ってたけどプライベートでもあんまり打ってない。そう、最近行けてないのよねちょっとね、うん、なんかそろそろ出ないと嫌な予感してくんな。え、そんなになんか嫌な予感はしてんだよなずっと今日に関しては。伊地知さんほらそのネガティブ発言はさ、いやいやもうなんか嫌な予感してんだよ今日は。ずっとジンクス的にはあるよ。伊地知さんがそのイケイケの方が勝つよ。伊地知さんずっと嫌な予感してんだよいや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 今日は逆にもう自分のその思ってる方と逆行けばいいじゃん。じゃあ思ってる方も何もないのよ。だからいやその大移動サクサクするよっていう作戦も大移動せずにさその台ずっと打ってみるとかさ。それはもう危ないじゃんそれはそれはちょっとさ、それはちょっとさこっちのやり方なんだからさ、うん、その自分はもうさ高みの見物みたいなさ発言はちょっとやめてもらっていい。 いやそれはちょっとだったらさ、いや言ってほしい。自分はパチンコやってさやってっけどなんかそんな絶対口とんがらしてるじゃん。どうしよっかな。一個作戦思いついたんだけど。何ですか。ずっとなんかジャグラーの島をうろうろして、うん、ゴーゴーランプ光った台の人に土下座しようかな、うん、いやいや変わるか。必死の怖すぎるって。いや本当に大泣きしながら必死で土下座したら誰かしら、うん、変わってくれるかもしれないもんね。変わるかそんなもん。これはもうさあ継続しましたよ私は。まだね2回目なんでね。やめてよその小沢さん。何よ。あのパチンコの時あるあるであの熱くないのに、うん、熱い感じ出すのやめてね小沢さん。いやまだ分かんないからここからですから。いや私もあれですよエトスパトスロゴスでパチンコを打たせてもらうのこれリベンジかかってますからね。前回小沢さんのあのところほぼ応援乗ってなかったですから小沢さん熱い時のみのリアクションお願いしますよ小沢さん。当てたいな、いいとこ見したいな。やっぱパチンコも今いくら。8000です。あーまあまあいってますね。うん、伊地さんいくらぐらいですか。87万2000円です。ちょっとわかんないでもちゃんと言ってください。7000円ですなんで87万って言ったのよ。7000です。7000ですか。はい、まあまあだね。はい、回転数は9兆6200ですねいやいや7000でそんな回らないのよ。みんな知ってんのよ。9兆ハマってます今。9兆ハマってますか。はい、7000円で。はい、いい台だよ9兆恋持ちがいい台だよすごく。だからねリーチはかかるんです私も。はい、なんかなかなか発展しないですね。はっちゃんてんちゃん
はっちゃんてんちゃんしないんですよ。はっちゃんてんちゃんしない。そこからやっぱドキドキワクワクしたいんですけど。何はの何ははっちゃんてんちゃん誰ですか。しないね。何ははっちゃんてんちゃんしないか。しないんですよ。ちょっとあまり何も起きなくなっちゃったな。ちょっと大移動しようかな俺。あら、見に行くわ。一回もボーナス引いてないけど、うん、300もあったから嫌になってきちゃう。なるほど、なるほど。一回台見よう。ファンキー行こうかな。どうしよう。もうちょっと打つか。でも300回って嫌なんだよな。もうちょっと打つか。左700がちらつくからな、うん、ちょっとなんか俺もパチンコ怖くなってきたな。なんか400回っちまったよ。結構だね。朝一400。やだなあれ、やだな。石川淳二さん出ました。いや、やだなです。出てないですか。はい、やだなです。やだなですか。ただのただやだなです。あ、すいません。でも、うん、やっぱ回るは回るんだね。おうおう、1万円しかまだ投資はしてないから。なるほど、それで400ね。うわ、普通に外れた。なんかやめてください、熱くないのに熱い感じ出すのはね。いや、せめて出撃ね、してほしかったっすね。何にも熱いのも出ない。何にも熱いの出ない。500回っちゃうよな。500いく。朝一500きついな。やっぱ100回転ぐらいちょっとやめようかと思ったの。やめときゃよかったな確かに最初言ってたね。伊地さん、ちょっといいですか。はい。やっぱ私この正直情報がないのも悪いんですけど、はい、ちょっとこのリーチかかってワクワクしてると隣ですげえ鼻で笑われるんすよ、はい、いやだからそれはだから、うん、やってる人からしたらそうなのよ。だからやっぱそうだよね。熱くないリーチでやってるとそれは鼻で笑って、こっちでも笑ってるからね。なんかそう、こっちにもスタッフさんも一人いるけど、うん、あのね、おなじみあっちゃんさんも鼻で笑ってるから。なんでよ。もう小沢何熱くないのに言ってんだよっていう顔はずっとしてるからこっちで。いやそれはさ、そうかもしんないけどさ、応援はしてくんないとさ。いやいや、やっぱその俺もね、うん、パチンコ番組とか見たりするけど、うん、やっぱ一番冷めんの、うん、あの全然熱くないあたりで、うん、なんか知らない、うん、あのグラビアアイドルとかが、うん、パチンコ打ったことないんだろうなみたいなグラビアアイドルが、うん、あ、当たるかも当たるかもみたいなやってる時一番冷めるからやっぱいや当たんないからそれっていう見てる側分かっちゃうからやっぱしかもね、うん、それまだやっぱグラビアアイドルとか、うん、なんか普通の可愛らしいアイドルの子がそれやってたら、うん、まだ可愛いっていう目線で見れますけど、うん、おっさん芸人が熱くない、うん、リーチで大興奮してんの、うん、マジで冷めるからやめてください小沢さん。え、私可愛くないですか。いや、可愛いグラビアじゃなくて、うん、肝芸人です。やめてください。ダメですか。はい、すいません、失礼いたしました。やめてください、ちょっとそれだけは申し訳ない。ちょっと出なさすぎだな。移動してます。ちょっとね、もう500回って、うん、やっぱこの今546回転回ってるんだけど、うん、いつものね、うん、今までの僕だったら、うん、やっぱ1万2000円投資して546回転回ったんで、はい、意地でも出したいと思って打っちゃうんですよ。そうだよね。でもこれでいつもね、うん、結果負けてんのよ。ドツボにはまっていく。それでシーズン3の意地ってやっぱ変わったなってとこ見せなきゃいけないから、はい、1台に固執せず、うん、今回は、うん、ここできっぱりと台を移動しません、うん、いや、しないんかい。打ちます、これを。なるほど、続ける。続けます。ちょっと俺もじゃぐらいこうかな。52回で終わってますよ。そうですよ、ありですよ。ありだね。俺ここでじゃあやっぱジャグラーに戻ります。はい、はい、
やっとです、やっと前予告やっと、はい、ありがとうございます。いやー、ほっとした、ほっとしました。さあ、私も移動しまして、ファンキージャグラー行きます。やっぱり俺も近くで見届けたかったわ、イディズさんの。いや、もうだからもう時間半分も切ってるから、うん、ちょっと急がないとね。まだビッグ1ですから。はいはい、取れ高ないですよ。ちょっとそうよ、今日危ないよ、僕らが昼のランチタイムしてるとこも回さなきゃいけなかったこれ。いや、せい、はい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 、おーい、仲良しだね、仲良しだね。今の今までおいって言ってたのに、バケだバケ。あ、やばい、11? まだ11だから、でも11だから、まあ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 、あの伊地知さん、はい、コメントでですね、はい、あの2回前の配信で、はい、私隣に座ったお兄さんが、はい、ちょっと仲良くなったじゃないですか、はい、で伊地知さんちょっと出てなくて、はい、悪態ついてた回があるじゃないですか、はい、コメントちゃんと来てましたので、はい、あのお兄さんから。それを信じてる人いないんですよね。え、隣のお兄さんですって書いてて、うん、本当に来てると思ってる小沢さんだけなんですよね。え、あの人違うの？本当に、あ、いやだから小沢さん、本当に隣のおじいさん、お兄さんですって、うん、本当に隣のお兄さんだとそれを思ってるのは多分小沢さんだけなんです。そうなん、やめてください小沢さん、純粋なバカはやめてください。違うので聞いたらいいんじゃないですか、どっちかどうか。本当に、いや、ちょっとコメントください。でもこれ本物ですよって言われても嘘の可能性あるってことだもんね。疑心暗鬼だわ、もうあの人だと思ってたのに。はい、はい、光るじゃん。そんでカリーヒです、カリーヒ。あれ、ここに来て乗ってきたぞ。ここ大事よ。はい、いいぞ。じゃんじゃんじゃんじゃーん、66回転で運命流れました。さすが、いいぞ。ありがとうございます。やばい、俺がやばい。小田さんいくらですか今投資が。俺ここ来て4000、パチンコで8000、9000ぐらいいってるかも。あ、でまだ1万2000でしょ。うん、僕1万5000ですから。あ、そうなの。はいはい、まあ最初500ハマってましたからね。600です。600いくつです。そうだったんだ、600いってたんだ。やっぱり久しぶりにパチンコ打ったじゃない、エトスパとスロゴスで。はい、ちょっと怖かったね。ん、正直ちょっと怖かったです。どういうこと。いや、その最近ね、プライベートで、はい、お家に奥さんのお友達が来ると。はい、で 2,3 時間ちょっと、じゃあ俺外出てくるわっつって、はい、こっそりパチンコ行くことあるんですよ。はい、でまあその時打つのはゲンさん打つんだけど、はい、まあ319分の1だよね。はい、30回とかで当たるんですよ。おお、ね、すごいじゃん。でラッシュ入るんですよ。はい、 60% 引くんですよ。はい、うん、あれ 93% とかでしょ。はい、継続率。はい、継続しないんですよ。おお、1回で終わるんですね。そうで、あ、まあまあこんなもんかと。はいはいはい、でまたその台打って30回とかで入るん。おお、すごいね。引き戻すわけね。そう、引き戻すのよ。はい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 、でラッシュ入んのよ。入んのね。入るんだよ。はいはいはい、2回で終わるんだよ。おお、でまた30回で引き戻すのよ。すごいね。すごいでしょ。はい、でラッシュ入んのよ。3回入んのよ。3回入んのよ。すごいね。で1回で終わるのよ。はい、で全部飲まれちゃう。はい、怖いのよ。いや、怖くはないんですよ、小田さん。怖いのよ。怖いのはおかしいのよ。うん、怖いのはおかしいよ、だって怖くはないんですよ。93% 引くだけなの、最後の。なんでだよって、ついてんのかついてないのか分かんないんだよって話だったら分かんない。そういうことなの。怖くはないですよ、全然。怖いのよ。いや、怖いでしょ。振り間違いしても怖くはないんですよ、小田さん。ちょっと最近怖いの、やっぱパチンコが。実はでもこのキコナチャンネルもね、うん、まあ、東京吉本代表として、はい、
我々ピスタチオが、はい、エトツパタスロゴス、はい、こう番組持たせてもらってますけど、そうです、あの大阪吉本のね、うん、若手が、うん、バトルする番組始まったんで、はい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 、そこには負けてらんないぞと。そうね、そうですよ、向こうは勝手にバトルしてるかもしれないけどさ、こっちはもう番組同士で バトルしてますから。えまた間違えて、小田さん何よ、番組同士でバトルってこと、小田さん。え何よそれ、視聴者数の話じゃない、そんな視聴者数、うん、こっちの番組とあの番組って、あ、そういうことね、そういうことよ、こっちはこっちで、うん、もうちょっと、もう何よ、いや今本当にびっくり、こっちはこっちでってことね、そう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 、そういうことよ、あ、違う、こっちとはこっちじゃないじゃん、うん、こっちと向こうが勝手にバトルしてるってことでしょ、そう、視聴者数で、視聴者数、再生回数ね、再生回数で、あ、そうだね、そうちょっとやめてくださいよ、小沢さん、すっと聞き流してよ、そんな、違う、聞き流しじゃなくて意味が本当に分からないと思う俺はだから、俺は世界数でやめてください、仕切り直していいですか、仕切り直してあの、あっちがね、大阪はね、うん、もう若手同士で、うん、どっちが勝つかってバトルしてますけど、はいはい、我々のチャンネル違いますから。何ですか、己との戦いですから。いや、そうよ、己との戦い、うん、己が自分の軍資金で、うん、自分でこう何枚出るかっていう勝負ですから、うん、人と勝負してるじゃないですか、パチンコは自分との勝負ですから。なるほどね、己との勝負です、勝つか負けるか、あいつに勝ちたいとかじゃないと。違う、自分に勝った時に、自分に勝つやつが勝てますから、パチンコは。いいスタンスだね。そりゃそうよ、結局自分との戦いだからね、自分との戦い、結局、うん、ただやっぱり実際、それで言うとだよ、はい、伊地さん、あんまり芳しくない時に私が出るとやっぱすごいボロカス言うけど、はい、あれは僕のことを意識してるわけではなかったと。意識してるわけじゃない、ただ、うん、腹立つっていうだけで別に。いや、そこで腹立ってたらおかしいのよ、やっぱ己との戦いだから。ふざけんなって思うだけの話己との戦いです、これも。それは己との戦いですからね。そう、みんな思うと思う、やっぱ、うん、自分が出てない時に、うん、横のジジイが出したら張り倒したくなるから、やっぱり。あとちょっと俺言いたいもん、これちょっと本当に。何よ、この間もね、うん、街歩いててね、うん、あのたまにいるじゃないですか、あの何、うん、あ、光りました、お、ありがとう、ここ大事、1回目、ねえ、競馬です。街中で何ですか？街中でね、うん、でもな、こういう話してるとまた伊地さん、使えない話やめてくださいって言われちゃうから、また使えない話ばっか言わないでくださいって言われちゃうから、こういう話ばっかしてるとどんどん出てきちゃうんだから、いっぱい使えない話、悪い自治、まあ、そうなってくると、もうこの話しかしたくなくなっちゃうんだから。よくないよ。じゃあもう使えないと思いますけど、もう一回言っていいですか？何ですか？どういうつもりなっていう人の話。あ、まだあるってことですね。まあね、そういう方じゃなくて、まあ、今このご時世になって、うん、マスクをみんなね、はいはい、マスクをするようになったから、うん、別に気づかないですけど、うん、まあ、ここまでマスクをする文化じゃなかった時代ね、うん、普通にパッと見た時にさ、うん、あのお花にね、うん、お花に毛があるじゃないですか、はい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 、お花の方の毛がですよ、うん、まあ、そのちょっとピッて出ちゃってる人いるじゃないですか、はい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 、それまでもしょうがないと思うんですよ、やっぱ、まあ、しょうがないよ、伸びるものだし、うん、なんかうっかり出ちゃったみたいな、うん、それも誰しもあると思うんですよね、うんうん、まあ、手入れしててもちょっとうっかり出ちゃったみたいなパターンあると思うんですよ、うん、あれ一本さ、うん、ピッて出てるとかは全然わかるんですよ、まあ、しょうがないね、それはね。たまにさ、うん、10本ぐらいピッて出してる、言うなって、あれどういうつもりなのかなって、そのやめてください。あれじゃあ出してるならいい、出してるなら、うん、あ、ごめんなさいと、はい、あ、僕には分からないおしゃれでした、ごめんなさいなんだけど、うん、ファッションじゃなくやってたとしたら、うんうん、どういうつもりですかと。それをおしゃれでやる人いないのよ、多分。もうダメだから、あっちゃんがまた使えない話してるみたいな顔出してるからね。顔してるからもう、まあ、完全これは伊地さんの偏見ですからね。皆さん完全に伊地さんの独
断でございます。やめようってもうそういう話は。いや俺してないよ。小沢さんよくないよ。俺してないのよ。でもこれね、うん、本当どういうつもりですかの、うん、話言ったらね、うん、まずすんの俺ね、うん、夜歌舞伎町で昔ね、うん、ホストやってたんですよ昔、はい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 、その時に、うん、あの最終的にはね、うん、ありがたいことにこう見かりました。お願いします。よっしゃレッツゴーレッツゴー。さっきの話、はい、僕前コンビニでバイトしてたんですよ、はい、で入ってきた新人くんが、はい、完全に両鼻から出てたの。もういいですってもういいんですよお鼻の毛の話はね、うん、ね出て出てて、で、はい、俺これ知らないのかなと思って、あ気づいてないのかなと。そうでも、はいはいはい、鏡見りゃ気づくほどの量なのよ。まあそう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 ですよ、うん、でさすがにコンビニのバイトだしさ、はい、衛生面もあるから、まあねちゃんとね、うん、接客業だし、うん、俺ちょっと言ってみたのよ、はい、その大量に出てるよじゃなくて、はい、1本だけ出てるよぐらいのスタンスで、はい、ちょっと鼻から毛が出てるからちょっと鏡で確認して抜いてみようか、はい、みたいな感じで言ったら、はい、あマジっすかっつって、はい、1本だけ抜いたの。大量に出てるのにだから本当にお俺それ以上は言えないよいやいや君一本じゃないぞと。そうそれ一本抜いたからどうこうのレベルの出方じゃないぞと。そうそう話じゃないのにその数ある毛の中から、はいはい、なぜその一本を選んだのかも分かんないしもうやめようよ。分かんなくなっちゃう。そういう話は、うん、もうやめよう。それで言ったらね、うん、どういうつもりって僕も話あるんですけど、はい、昔ホストやってた時に、はい、まだ半年ぐらいから始めて、うん、初めて半年ぐらいの時に、うん、お姉のお客さん来まして、うん、2丁目で働いてる方が来まして、うんうん、ちょっと嵐キャラ薄いわ、ああ嵐芸人になったらもっとキャラつけなきゃ、なるほど言われて、うん、それじゃホストでも売れないわ、うん、ダメだわって言われて、うん、僕その時ね、うん、ピン芸人で、うん、先駆けくんっていうキャラクターをやって、はい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 、当時髪型が、うん、こう金髪短髪に金の稲妻みたいなこうラインが入ったんですよ、うんうんうん、だまあ、ね、キャラ正直強かったんですよ、うん、でもちょっと嵐キャラ薄いわダメだわって言われて、うん、ちょっともう私の知り合い今度連れてくるから、うん、ちょ見習ってとか言って言われて、はいはいはい、ああありがとうございますみたいな、うん、勉強させてもらいますみたいな感じで言ってたのよ、うん、そんで後日 2,3 日後にさ、うん、その人が友達連れてきたんだけど、うん、びっくりしたんだけど、うん、上下ね、うん、真っ青 青の、うん、ジンベエ着てたんだけど、ジンベエその人お姉の方なんだけど、うん、ジンベエを着ててで顔はもう言ったらそのすんごいメイク、もう顔の周りを化け物系のメイクも、うん、嘘じゃんってだから言ったらヒデローさん、ああ、はい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 、元祖、はいはいはい、ヒデローさんみたいなメイクをしてて、うん、ほんで髪の金髪、うん、で上下 青のジンベエで、うん、あキャラ濃いなってその時に思ったのよ、うん、でも全然甘いのよ。何がすごいって、うん、頭見たら、うん、その人の頭の上に、うん、風車が回ってるずっと本当だからね、上下青のジンベエで頭に青い風車が回ってんの。でこれ何がすごいって店内ホストクラブの店内、うん、無風よ、うん、風吹いてないのに、うん、ずっと風車回ってる頭の上で。ほんで見習わなきゃって言われたんだけど、はい、いやいやこれ見習ったら絶対売れないよっつってこれ見習ったらもしかしたら芸人として売れるかもしれないけど、うん、いやホストとしては絶対売れるねえよっつって。伊地さんそんな話してたら、はい、伊地さん379回ハマってます。本当ですよ辛いって。400手前まで行っちゃいましたね。これは辛いよ。だからここで、うん、最後本当にもう時間ないから、うん、ここで光ったら、うん、マジで嬉しいよ。じゃあその分プラスになるから。そう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 。
小田さん、はい、衝撃な事実が。何でしょう。性根が腐ってます、このここの佐々木さん。何ですか。この話をしているタイミングで、うん、終了というカンペ。やばいよこの人ね。いやいや待って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 、うん、こんだけですよ、こんだけ、うん、これを別に 1,2、うん、軍じゃん、うん、これ待てないってさ、やばいって。この枚数、この枚数を流せと。やばいですこの人。はい、お疲れ様でした。はい、実践終了ということで。しました。はい、ありがとうございます。さあ、まあ結果なんですけども、私最初ちょっとパチンコ行きまして、はい、ちょっとねパチンコ久しぶりに打ちましたけども、はい、やっぱね一緒にやっぱやりたかった。本当ですか。うん。僕小沢さんいなくてだいぶ良かったです。なんで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 そんなこと言うのよ。一応一応。まあまあ結果どうでした。最初だって結果600以上はまりまして、うん、朝一から、うん、ちょっとやばいと思ったね。もう2000円ぐらいの時やばいなと思ったんだけど、うん、やっぱその感覚で移動しなきゃいけなかった。やっぱりそのままやり続けて600いくつかまって、うんね、ビッグ2回、うん、バケ1回、うん、でビッグ2回バケ1回なんで、うん、バケが先行じゃなかったんで、うん、よかったんですけれども、うん、その後400以上またはまりまして、うん、そこで終了という。まさかのビッグ2回バケ1回しか引けないという今まで一番少ないといういやそうね、心配ですよ。これ3分番組だったからそして収支の方がですね、うん、63枚63枚大事大事。でもここでの63枚大事よ。積み重ねたね。最後の最後、本当もしかしたらギリギリどうかっていう時に、うん、この63枚が効いてきますからポジティブだね。大事だということで、やっぱ終了の札出る前にやっぱここでビッグで300枚回収で終われるって言ってたのよ。そうただね、この63枚をやらしてくれよと、うん、もう 2,3 分だろと、うん、これでビッグ1回いたら208枚プラスになるわけだから、そうよと思ったけど、うん、よくよく考えたら、うん、なくなってたら63枚ないわけですから63枚、まあ、まあ当然のこと言ってんだけど、あそっちで受け入れたのね。そう思うしかないでしょ。それはもうそっちで気持ち切り替えたのね。はい、63枚プラスということで。プラスです。わかりました。よし喜んでる。よかったよかった。嬉しそうでよかったですよ。プラスですよ。あそのスタンスだったらいいよ。そうです、うん、まあ、2店舗目ありますから。ありますよ。はい、この次こそ。そうです。2人で頑張りましょうよ。はい、うん、というわけでですね、皆さんね、ぜひぜひ、チャンネル登録とコメントと、うん、高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは次回どうしました。最後で63枚でやっぱ動揺しちゃってるじゃん。違う大丈夫。違うんです、うん、あの何です。ボーナスがちょっと今回引けなくてですね、うん、ちょっとでも尺を伸ばさなきゃと思って、うん、ただちょっと頭の中がごちゃごちゃごちゃになっちゃいましたちょっとでもエンディングで繋がないとと思ってたらちょっとすいませんいや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 全然いいですね、はい、お仕事してくれてるってことですもんね。そうですね、やっぱ今日あの、うん、トーク内容もちょっとあのーうん、オンエア乗るかどうかっていうトークを結構いっぱいしちゃったんで反省かな。まあ分かんない。そうですね、まあはい、それで言うとね、ちょっとその言い訳ですけども、はい、ちょっと席離れたじゃないですか、はい、ちょっと音声のトラブルとかいろいろごちゃつきもありましたしね、はい、今日はね、はい、だからこの中でやっぱ隣でちゃんと打とうという。そうですね、見えたところもあるじゃない。わかりました。我々的にも、はい、うん、だ大丈夫よ。この後の食事のとこ回しますか。まあ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 、どんなご飯食べてんの。大丈夫かい。それこそ知りたくないからみんな。それこそさっき俺がパチンコやっててさ、はい、そのグラビアアイドルの可愛らしいグラビアアイドルの方がそれやるならいいけど、はいはい、おじさんの肝芸人はいらないよって言ってたけど、昼おじさんが食べてんのこそいらないと思うよ。大丈夫かい。可愛いよ4人の。可愛くない可愛くない。4人のおじさんが食べてるの。可愛くない可愛くない。同じもの食べてたからいつも。そばね。本当におそば。いらないからその絵は。わかんないけど大丈夫か。うん、大丈夫だと思うよ。しましょうか。はいはいはい。2店舗目頑張ろう。頑張りましょう、うん、はい。というわけで次回もまた見てね。見てね。